はい、皆さんこんにちは。遊び方ファクトリーチャンネルでございます。ご視聴ありがとうございます。今日はですね、もうタイトルの通りなんですけど、ルノーカングーのですね K4M、はい、のデカングー2ですね。デカングー2っておかしいな。デカングーでカングー2の前期、はい、こちらのですねフォグランプをねちょっと交換してみようかなと思います。これ外品、はい、社外品になるんですけど、ちょっとこれをね買ったので交換してみようかなと思うんですが、まあなぜこんなことをするかというとですね、ちょうど1年前ぐらいにですね、なんとメルカリでですねこのカングーを買ってですね45万円で買いました。でタイベル交換済みでね、で車検が1年残しでまだまだ遊べるよっていうね紹介文章だったんで、あ、1年乗れるんだったら45万円まあ高いけど、まあそこでダメでもいけるかなっていうことで買ったんですけど、はい、まあ、1年乗るとですね愛着とかね良さとかっていうのにねこう引き込まれてですね、ちょっと車検受けようかなっていう風になったので見積もりに行ったんですね。でそうすると車検を受ける前提条件として2つあってですね、ファンベルトに、まあ、ファンベル今ファンベルトって言わないのか、ドライブベルト、はい、ファンは別にベルトで回ってないですもんね。ドライブベルトにひびがありますと。でこれの交換、そしてもう一つは、純正のフォグランプが曇っているので、はい、これもちょっと交換するなりなんなりしてしていただくと車検受けられますよっていうね前提条件つけられたので、これをねちゃんと対処しなきゃいけないってことで今回のね動画になるんですけど、ドライブベルトはもうルノーを持っていきました。こうネットショップでね買って自分でこう交換するよりもなんとねルノーを持ってた方が安かったんですね、試算するとですね。だったのでもうルノーで交換、1万円で、部品代5000円、作業工賃5000円、時間30分、もう交換して済みました。でこっちのねフォグランプの方はですね純正部品結構高いし、ヤフオクなんかで出てるのもねまあまあするので、これ新品の社外品にして、まあこれをねちょっと交換するっていうのをね動画にしてみようと思うんですが、まああの純正のねフォグランプなんかガラスなんですよ。でまあそれいいんですけど、ガラスのいいところって、まあ、例えば変色しないとかね、まあ、そういうのがあると思うんですけど、なぜか曇ってるんですよね。でそれも両方曇っているので、もう、うん、なんか不思議だなと思いながらね、はい、まあ、これをね今日はちょっと綺麗に交換しようというところでございます。この外品お値段がですね両方で もう一個あるんですけど、両方で4048円でした。ということでね、結構こういう外品をつけて、まあ、少なくともね車検が通ればいいというか、まあ、普段フォグランプ使わないので、はい、という形でねちょっとやっていこうかなというふうに思いますので、最後までお付き合いください。早速ですが、曇り具合はねこんな感じになってます。叩くとねガラスの音がするんで、まあ、ガラス製かなというふうに思います。変な曇り方でしょ。まあとはいえねやっていこうということで、まずねタイヤ思い切り切ってですね、インナーハウスからですねこの、まあ、止めているクリップ類なんかをね全部取る必要があります。このネジね取りにくいですね。まあゴキゴキやったら取れる感じになります。さあこのようにですね、はい、外車あるあるになるんですけど、トルクスっていうね星型のネジで止まっているので、あの普通のドライバーとかねマイナスドライバーじゃ開きませんので、まあ、開かないことはないんですけどね、はい、トルクスっていう特殊なレンチ、トルクスレンチっていうのがいります。で今1個クリップ外したところです。ネジか。そしてですねこのインナーフェンダーですね、なんかこのアンダーカバーにもちょっと通じているところがあってですね、なので今これはバンパー下から覗いてるんですけど、バンパーの下からですね1箇所、はい、トルクスのネジを外してあげないといけません。はい、くるくる回してですね外していきます。なるべくね最小限でいきたいなというふうに思っています。でちょっとね正規してますけど、これ平滑面なんで安心していただいて、どうもねタイヤはこの向きの方がやりやすそうだということに後で気づきました。さあじゃあねちょっと中見ていこうかなと思います。めくるとですね、はい、見えてきました。で全く必須ではございませんが、こうねお昼にやってても見づらいので、このライトをね今ここに挟んでこう照らしてやろうというところでございます。じゃあ見ていきましょう。はい、ご覧の通りですが、一時停止で見てみましょうかね。2箇所を丸で囲んでおりますが、見えてる方の対角線上にもですね止まっております。後でわかるんですけど1箇所は折れていました。さあこれをね外していきましょう。非常にですね作業性が悪いと、はい、いうことなので、腕がねガッチリした方はちょっとやりづらいかもしれません。まあ1箇所ですね、トルクスで回しまして、
はい、あとはね指でぐるぐる回せば取れるんですけど、どうもねこう押すとですねグラグラしてたので、そうおかしいなと思ってね、バンパー側からちょっと押してみようと思って軽く押したらですね、ご覧の通りポロンって落ちたので、まあ一箇所割れてたよということでございます。さあまあ出してみましょうということで出してみました。ご覧いただいているようなねちょっと変な曇り方なんですけど、どっかでね水滴がこう内側に溜まってですね、それが焼けた感じなのかなということでね、覗いてみると内側からはい汚れがついてたんですけど、もう取ってもね、あ取ってもというか拭いても取れませんでした。はい、でこちらがですね新しい、はい、型部分の線切ってるんですけど、これ普通はついてないんですよ。この線はですねデイライト用のなんかこうイカリングみたいにね光るデイライトがついてたんですけど、いらないんで線切って今ね樹脂でそこを埋めているところです。はい、では今度はねつけていくんですけど、外したのとまあ逆にやるわけなんですが、カメラをねちょっとつけた後に潜入させました。こんな感じでですね対角線についてるというのはね、こんな感じでネジで止まっています。はい、で忘れちゃいけないのはね、ちゃんとバルブのコネクターをしっかりねカチッというまで閉じるということをしないとですねじゃあつきませんので、はい、でここまで確認できましたら、はい、ちゃんとね点灯テストをやらないとインナーフェンダー閉じられませんので、しっかりですねつくかどうか確認すると、はい、ちゃんとついたということでね安心していきます。でこれ変えた方ですね。でこれ変えてない方、運転席側ですけど、これダメって言われたんですよね。これいいんじゃねえと思いますけどね、まあしょうがない。さあ運転席側に移りました。今日の見どころは実はこちら側にあります。もうネジ類はね外してあります。そして開けていきましょう。ちょっと手間取っておりますけどね、インナーフェンダー開けるときこんな感じでやっています。さあもう今ねちょっとチラッとチラッと映ってますけど、はい、同じようにねライト挟み込んでもうちょっと愕然としましたね。さあここにですねカメラを、はい、近づけてみましょう。こんな感じでですね、なんじゃこの箱っていうようなねものがついております。液体ね色ついてませんのでね、まあウォッシャー液のリザーバータンクって言ったらいいんですかね、が真裏についてるんですよ。ふざけんなと思いましたね。さあ奥にね今右側の奥の方から、はい、こんな感じギリギリ見えてますかね。こちらねボンネットを開けてですね上から見てみると、ウォッシャー液のですね流れ着くところにさっきの白いパー樹脂のねパーツがあるということで、まあリザーバータンクで問題ないかなということになります。まあね取っていかないと進まないですから、やっていきましょうということで、まあこれ外れるのかなということでグイグイッとね押すとカポッと外れます。でこのホースの部分ね、こう下のタンクとはこうセパレートできるような感じになるので、上からねグリグリとしてあげると、はい、シュポッとね、はい、このように外れます。まずこれ外してあげましょうということで、残ったタンク側はですね進行方向ちょっと伝えづらいんですけど、こうなんていうんだ、バンパー側前の方にね押してあげると外れます。で黒い部分でね今印してると思いますけど、ちょっと吊るされてるような感じなんですけど、ストッパーがね一応ついてますので、可能ならね腕を2本入れてあげると、支えてあげながらね外すと簡単に外れます。そこがちゃんと取れてないということで、そこは申し訳ございません。で取れたところからのスタートですけど、はい、こちらね形状はこんな感じになっております。はい、手前に引いちゃダメですよ。はい、そしてこれね外に出せないので、もう転がしたまんまですね、ウォッシャー液がこぼれないようにだけしてあげて転がしたまんまで作業するんですけど、こうやってね覗くと、もう転がしたら、はい、これはもうね助手席と同じ作業になりますので見やすく、なりましたというふうな感じで、はい、同じことをしました。めっちゃ大変これ。さあ今ね大変だという声も漏れておりますが、ちゃんとね確認をして、まあ、あとは閉じていくということで、まあ、動画は一瞬ですけどね、30分ぐらい格闘しました。さあというわけでね全部終わりました。大変でしたよ。ご覧いただいた通りなんですけどね、おさらいすると助手席側から始めたんですよね。で助手席側はそんなにまあ苦労なくというかね、あ面倒くさいなっていうぐらいで終わったんですけど、運転席側がですねなんだあれ、ウォッシャー液のリザーバータンクなのかな、がまさかね開けたらあったんで嘘と思ってね、作業難易度は難しくはありませんけど時間がめちゃくちゃかかりましたね。で下からアクセスするっていう手もなくはなかったと思うんですけど、アンダーカバーがねついているのが一つと、でもう一つはなんだあれ、特殊形状なんですよね、ジャッキアップポイントが。で外車あるあるなんですけど、
あの外国車に乗ってる人は分かると思うんですけど、 BM だとねこういうなんて言えばいいのかな、四角い受けので上がるんですよね。でカングーに関してはこういうなんかねこういう形状のジャッキなんですよね。でそういう車種とかメーカーごとにジャッキの受けがちょっと違ってですね、だからこう日本車みたいに全部一緒でしょっていうような感じにいかないんですよっていう面倒くささもあって、ジャッキアップするのも面倒くさいよなって思いつつ、まあ、フロアジャッキもあるんですけどね。で下からうまくいくかどうかもちょっと分からなかったんで、ちょっとねパズルみたいなのをこう、まあ、パズルではないですけどね、気をつけながら、割れやすいので一部なんかね、これはあれかウォッシャー液のね蓋の取っ手の辺とかね、このちょっと触っただけでもパリって割れちゃうとかね、そういうこともあるので、はい、気をつけてやってはみました。で実はですねこれ車検のためにまあ準備してますよっていうのは冒頭に言ったんですけど、車検日の前日にこの作業をしているので、今日終わらないとねちょっと明日車検に行けないという状態でね撮ってましたんで、まあ大変でした。はい、で外したのがこちらです。はい、2箇所で、まあ、こういう風になってるんですけど、多分他の何かとね共通部品なんでしょう基本的に。で止める箇所がね違ったりするんだと思うんですけど、カングー KW4M か、はい、の場合はですねこう対角の2箇所で止まっておりましたので、2個トルクスの20で外せばできるという感じでございました。オグランプ本体をね変えようっていう方はあんまりいないんじゃないかなとは思うんですが、ガラスなんで飛びなんかよほどの飛び石があったらね割れちゃうかもしれないんで、そういった意味ではね機会があるかもしれないので動画として上げておこうと思います。これはこれで一つの動画として、で車検でいくらかかったかっていうのをねまた別の動画でお伝えしてみようかなと思います。カングーねいい車ですので手間かかってますけど、車検通してですねもう少し乗ってみたいなというふうに思っています。ということで今日はねここで終わりにしようかなというふうに思います。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。なっ